おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。今日は8月は18日日曜日、高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日のテーマはですね、ズームファシリテーション、ズーム会議においてはですね、ズームのシステムにありますミュートのフル活用についてお話ししたいと思います。ズーム会議室の12怪人という本を出しましたが、その中のですね、一番いて一番困ってしまっている第一怪人と第二怪人はですね、まず第一はですね、ナイアガラの水車マンというんですけれども、喋って喋っておしゃべりなんですよ。人の話を聞けない人です。喋って喋って、そういう人をですね、どのように止めるかです。あるいはですね、2番目にたちの悪いのは会議室のアナコンダという怪人なんですが、パワーを吹かしてですね、まあ組織の課長とか部長さんですね、その人が何か言うことによって他の人が萎縮してしまってですね、忖度発言とかですね、黙ってしまってる、そういうですね、圧力をかけてしまう怪人が第二怪人、会議室のアナコンダです。そういう人たちの発言に対してですね、ミュートのツールをしっかり使った方がいいと思います。そしてですね、もう一つ、ズームについて、あるいは会議のですね、ファシリテーションの技術を身につけてない人はですね、人のしゃべりにですね、相槌を入れて、ああそうですね、それはちょっと違ってますね、あれはスペルが違いますね、とかいうですね、相槌を入れることによって双方向に持っていってスピーカーを助けてあげるというか、双方向のですね、ミューチャルディスカッションに持ち込んでですね、民主的にできると勘違いしている人がいるんですよ。はい、効果的なですね、目的のある会議を狙う場合はですね、ズームファシリテーターはミュートのツールをですね、システムとしてですね、有効利用した方がいいと思います。こんな感じです。皆さん、今日はですね、スピーカーがプレゼンターが喋ってる間はですね、全員ミュートにしてくださいと。各人の喋りがですね、反映されないようにしてくださいと。ミュートってのは音を止めるんですよね。そしてですね、ファシリテーター許可出しますので、その場合ミュートを解除して喋ってくださいと。すなわちですね、スピーチする人、プレゼンする人だけが発信できてですね、他の人たちは聞き役に回るというやり方なんですよ。この方法でやりますとですね、プレゼンテーションがとてもですね、効果的に実施できる場合があります。そしてですね、どうしても言うことを聞かないズームファシリテーション、ファシリテーションそのもののやり方を理解してない人はですね、いつになっても癖が出ます。喋るんですよ。そしてその喋りがですね、スピーチしている人、プレゼンしている人を助けるんじゃなくて邪魔しちゃうんですよね。チャチャを入れるって言葉がありますが、チャチャを入れてですね、腰を折ったりしてダメにしてしまう。その場合はですね、ズームファシリテーターはこう言ってください。何々さん、ミュートにしてください。皆様はあなたのお話を聞いてるんじゃなくて、今のプレゼンターのお話を聞こうとしてます。あなたは発言を止めてくださいと、ミュートにしてください。ファシリテーターとして、これは命令しますと、こう言ったらいいんですよ。この命令しますというのは非常に重要です。
ファシリテーターはですね、ミュートにするかスピーチオープンにするかをですね、決定する権限保有者です。そしてそのことはですね、会議が始まる前にズームファシリテーターが皆様に宣言したらいいんですよ。今日は喋る方以外、プレゼンター以外はミュートにしてくださいと。喋りたい人は手を挙げてくださいと。許可与えますのでミュートを取ってですね、喋ってくださいと。要するに喋る人がミュートを解除して喋ってくださいと。そしてですね、まあ後半最後のところで双方向で自由なですね、フリーディスカッションになった時はこう言ったらいいんですよ。ズームファシリテーターは、はい皆さん、これからはですねフリーディスカッションにしますので、全員ミュートを解除してくださいと。双方向で自由に喋り合いましょうと。こういうやり方がですね、ミュートというシステムを上手に使うズームならではのシステムの長所なんですよ。このあたりをしっかり理解した上でですね、ズームファシリテーターは会議をコントロールしてください。間違いなくですね、10人集まれば1人はですね、喋って人の話を、あるいはスピーカーを、あるいはプレゼンターをですね、邪魔をする人がいます。そしてチャチャを入れることでですね、民主的な雰囲気を作るんだなんて誤解している人もいますから、そういう人のためにですね、今日は喋る人だけミュート解除して喋ってください。そして許可を受けた人だけミュートを解除して喋ってくださいというシステムの説明をすることです。はい、そうすることによってですね、ちょっと前に国会分科会で問題になりましたね。どっかの会議でですね、勝手にズバーンと司会者がミュートにしてしまった。喋ってる人がですね、パクパクパクって口をパクパクするだけで何を言ってるかわからないように、力ずくでやってしまいました。あの力ずくでやってしまう方法はダメなんですよ。ファシリテーションの何たるやを知らない。はい、ズームファシリテーターはミュートの技術をフル利用してください。はい、今日はこのあたりにしておきましょう。さようなら。